FA 市場向け表示付き静電容量電磁流量モニター ECMO。 FA 市場における問題点。 FA 装置では冷却水、水溶性クーラント液を循環させて冷却している装置が数多くあります。これらの装置で冷却水の循環流量に関するトラブルをよく耳にします。例えば循環している冷却水の汚れや水溶性クーラント液に混入している金属粉などの影響で冷却が不安定になり、成型品などの不良品が多発する、溶接不良が発生するなどのトラブルです。ECMOは循環している水質の悪い冷却水や金属粉などが混入している水溶性クーラント液を正確に流量計測できるため、安定した装置の冷却を実現でき、成型品の品質不良削減、溶接不良の削減などに貢献します。ECMOの特徴と機能。ECMOの特徴である5つのない、そしてECMOの優れた機能である5つのできるをご紹介します。まずは5つのないの特徴から。特徴1、可動部がない。ECMOはファラデーの電磁誘導の法則を計測原理とした電磁流量モニターです。何もない流路部に磁界を発生させ、そこに水が流れると磁界と垂直方向に起電力が発生します。その起電力は水の流れの速さと比例関係にあるため、発生した起電力を電極と呼んでいる部品で検知し流量に換算しています。特徴2、電極が接液しない。流路部に誘電体を混ぜたプラスチック素材を採用することで、液体が電極に接液しない構造にしています。電極が液体に接液する一般的な電磁流量計は、電極表面に異物が当たる、付着物がつくと起電力が正確に電極に伝わらず、正確な流量計測ができなくなります。 ECMOは電極が液体に接液しないので、流路部に付着物がついても正確な流量計測が行えます。液体が電極に接液しないECMOは、水質の悪い冷却水、金属粉などが混入する水溶性クーラント液でも正確に安定した流量計測が行えます。特徴3、直管部がいらない。流路部を矩形構造とすることで、流路内の流れを安定させ、直管部不要を実現しました。特徴4、設置場所を大きく取らない。従来の表示付き流量センサーと比較して小型化を実現し、手のひらに乗るコンパクトなボディサイズになりました。さらに直管部不要ですので、小スペースに設置できます。特徴5、電源ノイズ対策がいらない。 EC 指令に適合し CE マークを表示しているため、輸出時にノイズ対策を行う必要はありません。また安価なスイッチング電源を使用しても、安定した正確な流量計測ができます。
それではエフモの優れた機能である5つのできるをご紹介します。機能1、流量異常が一目で認識できる。流量異常時、瞬時流量値の表示色を緑色から赤色に変化させることにより、流量監視状態が一目でわかります。機能2、複数台設置時でも識別できる。サブ画面に任意の名称・番号を表示させることにより、複数台並べた時にどの冷却系統の流量なのか液晶表示で把握できます。機能3、外部入力で制御できる。外部からの入力信号によりトリップ積算値のゼロリセットまたはゼロ点調整が行えます。機能4、流量表示を反転できる。メイン画面、サブ画面の表示値を反転させて表示できます。機能5、流れ方向を切り替えできる。簡単な設定変更で計測する流れ方向が切り替えできます。ラインナップ、エフモは FA 現場のさまざまな用途に合わせ 10A、15A、20A の3つの口径をラインナップしております。ぜひ静電容量式電磁流量モニターエフモを皆様のお困りごとの解決にお役立てください。